友内の試合はあと3試合と迫ってきました。さあここで地元ギリシャのファンから大きな声が上がりました。まず左からオーストラリアのデイビスが上がります。そして右、白はギリシャのイリアです。グルジア人ですがギリシャに拠点を変えてギリシャ初の金メダルになるかというヨーロッパチャンピオンの登場です。大阪の世界柔道にも来ませんでしたし、はい、実力がどうかというのは注目ですね。でもやっぱりフランス、ドイツ国籍をですね、両方3位になってまして、はい、ヨーロッパ選手権は優勝してます。それからそのヨーロッパ選手権もほとんど一本勝ちだったと聞いてますので、かなりの力を持っていると思いますね。さあその白のイリアデスですがまず内股に行って潰されました。オーストラリアデイビスは30歳のベテラン。そしてこれギリシャのイリアデスは組織委員会の用意したコンピューターのデータによりますと17歳なんですけどもね、ちょっと信じられないですねまあただ非常に若い選手であることは確かです。そうですね。あ、背負い投げの応酬ですが、まあ、イリアデスも積極的に技をかけに行っていますが、先ほどの西田さんの言葉によるとその最後までかけきる技ではちょっとないようですね。そうですね、今のところそうですけども、ここからこの辺からですね、どういう風に展開していくか、はい、1分経過しています。両者ポイントなし。青がオーストラリアのデイビス、白がギリシャ、注目のイリアデス、ヨーロッパチャンピオン。すごい引き手で、あの釣り手です。頭を下げさせました。受け入れを取って、組み手はもう十分ですね。内股十分ですね、はい、もう一回、あ、潰されました。まあ、ただがっちり組み合って相手も構えているところに内股ですから、そうですね、本当はあそこで少し揺さぶった方がいいんでしょうけども、はい、イリアです。そんなに身長が高くないんですけども、奥襟をしっかりとってですね、はい、相手の頭を下げさせてますよね。そうですね、やっぱ力が相当あるんじゃないでしょうか。今は左の背負い投げを狙ったオーストラリアのデイビスですが、受けもなかなか強そうです。さあ脇から背中、強引な組み手ですが掴みました。少し奥襟をですね、深く取りましたね。そうですね、はい、デイビスの手が首の後ろから、イリアデスの左半身に回っていました。あ、やはり肩襟中、肩襟です。まあ、両足を取ったということですね、指導最初の反則が来ましてイリアデスがポイントリード。すごい組み手です。さあ十分です。内股を狙ってますね、はい、内股、大外、内股、あ、しかし腰を落として降下、初めて技でポイントを取りました。今のもですね、はい、内股 不十分でしたけども、やっぱり最後までこう押し込んでいって、なるほど、降下のポイントを取ってますね、はい。さあそして背負っていく一本、肩襟の背負い投げですね、見事ですね。いやー、ギリシャの地元のお客さんはこれを沸きます。先ほどまでですね、はい、イリアデスがずっと奥襟を深く深く取ってたんですよ、そこにですね、もう相手が頭を上げたくなるんですよね、苦しいから、はい、頭を上げたところに肩入りの背負い投げでしたから、なるほど、背負い投げが入りやすかったと思います、ヨーロッパチャンピオンのイリアデス、地元ギリシャ、その実力を見せつけた1回戦。あ、見事に入りました。ご覧ください、頭を上げました。
ここにこう深く右足をまるでこう大外刈りが行くような感じで踏み込んで背負いに行きます。あの片襟